ントだけで。プリントだけで。プリントだけで。去年とは全然違う。去年は、うん、旦那機と個人用に来て、ね、まあ、全然種目違うのが変わったんですけど、まあ、客数が変わったんですか。いや、そういうことではないですけど、まあ、枠がそのスプリントで。ああ、なるほど、なるほど。あ、下は、うんうん、かなり空いたし、濃い練習できたんですか。そうですね、まあ、いろいろ忙しかったんで、うん、それは競争以外のことで、競争以外のことで結構あわあわしてたんで、まあ、でも練習はできたんで、それは言っていいやん。あんまり言わない方がいい。あんまり言わない方がいい。今度こそ言われるからね。結婚の引っ越しとか。あ、本当か。あ、それ言っていいだろ。引っ越しとか。あ、不幸やないね、はい。お祝いの方だ、ね。お祝いの方、ね。その結婚されもう今されたの。あ、そうですね。9月に。婚姻届けも出したんだ。婚姻届け出して。うんうん。10月3、4ぐらいにこっち引っ越して、うん、今一緒に東京に頑張りましょう、はい。まあ、でも引っ越しとかなんだかんだやってるといろいろエネルギー使って練習もなかなかね、はい、忙しかった。業者決めたりしっかり石持っていいモチベーションの一つになるんですね。頑張るしかないもんね。不思議なのが、はい、チャレンジ通じてもまだ優勝がない。あ、そうですね、まだ1回も優勝してないんですけど。俺もずっと気にしてるんだけど、そうですね、優勝しない。まだ作戦が甘いっていうか、自分の頭を使えてないっていうのがやっぱ大きいのかな。だけど結構もう優勝まであと一息のレース結構あったじゃないですか。そうですね、特にあのエビミーとか和歌山チャレンジの最初、うん、あ、チャレンジも最後の方はもう一緒しようと思ったんですけど、1、2班戦でも結構惜しかったんじゃないですか。1、2班はまだ惜しいのはあんまないですね。和歌山の、まあ、決勝なんか、はい、ビビ、あれはまあまあまあ、はい、あれも展開がちょっと厳しかったんで、まあ、なんとか3位いけたなって感じだった。でもよく届きましたね。そうですね。まあ、あの、多分、まあでも、はい、優勝でも地元選手からもいつ優勝するかって感じなんで、まあ、いつ優勝するかなってずっと見てたんですけど、そうですね、優勝なるべくそろそろ、はい、S級上がるまでには、はい。